気をつけろ。ライアンが動き出して結束しなければな。勝負をかけるか手ぶらで帰るかどちらかを選ぶ時が来たな。ライアンに電気を。それを奪ってこんな地獄からはおさらばしよう。それができなければ私たちはおだぶつだな。ライアンのオフィスに行って恐縮だがあいつをやってくれないか。終わらせよう。それはだいぶ鈍ってきているようだな。昔は己の想像、不当を信じていた。だが今ではネバーランドで堕落して、誰かがかけてくれる称賛の言葉をただ待つだけのようだな。だから公園は君を生かしたのかもしれん。なぜ俺は味わってみるがいい。この熱いしないことには。ここの間に森のない範囲でダイヤモンドを見つけて、しかも復活祭まではあらゆる方法で守られてて、あそこに入り込むのは不可能さ。苦労したのに、結局のところ俺が得たものはスプライサーどものケノクジャルの目ん玉だけってわけさ。これが世代最高の電気維新対抗した代償だ。くれたかしら。
水が顔を上げ神の顔を拝むのか。周りを見渡してみろ。クズの集団ではないか。それぞれが母親父親を持ち、やがては結婚し妻と寝る。君はそんなクズどもとは違うとでも思っているのか。そういえば君にふさわしい壁をまだ決めてなかったな。ご希望があれば言ってもいいぞ。私は人を殺したことはないし、ましてや仲間を殺すなんて考えたこともない。しかしいずれにしても事態はこうなってしまった。ライアンを殺すことで抗争を止められるかどうかはわからないが、私はライアンを好きだが、しかしラプチャーも愛している。大勢のために個人が犠牲になる。残念だが、あの卑しい猿とジャングルのような生活を3週間しなきゃならなかったけど、最後の最後にどうやってアンドリュー・ライアンにたどり着けるか喋ってくれたわ。ハーモニックコアシャープ3で交換電流のオーバーロードを起こせばいいのよ。ただ問題なのはそれらが何かってことなの。エンジニアならともかく、私は靴のデザイナーよ。だからヒートロスモニタリングに生き残った整備士を探して何か得るものがないか調べてくるわ。盗んだ靴で歩こうとする寄生虫どものようだ。それが不可能であることを科学的に証明してやりたいところだが、おそらく聞く耳すら持たんだろうな。人間と寄生虫の違いとは、人間は構築していく。だが寄生虫は、枠前はどこだと聞いてくる。人間は想像できる。だが寄生虫は、周りは何を考えているのかと寄り添おうとする。人間は発明する。だが寄生虫は、気をつける。神の怒りを買うぞというだけだ。仲間の寄生虫の嘘は危険です。ラプチャーの繁栄は確かです。お願いします。
過去の問題ではなかったんじゃないかという気がしている。大晦日に奴の卑劣なスプライサーたちが救済センターから流れ出てきて主な媒介を襲撃した。死体は路上で腐り、ありとあらゆる市民がプラス軌道を求めて街中に連想なした。ボートから身を守るためなら何でもよかったんだろう。これは戦闘だぞ。分かってんのかお前ら。ビッグダディのメンテをちゃんとしとかねえと、薬切れのイブみたいにビッグダディの R34 も切れちまうぞ。アトラスの手下がひっきりなしに俺らを殺しに来てるんだ。今週だけでも整備士が2人もやられたんだぞ。さあ頭を使え。ここまで来て素人に付き合うつもりはないからな。収容を与えよう。完全に街をパトルとは正気ではないな。だが捕らえようとしてくる寄生虫の手を避けるにはどこへ逃れていけばよいのか。奴らにコントロールされない経済を、奴らに破壊されない社会を築くためにはどこへ逃れていけばよいのか。不可能でないからこそ最低にラプチャーを築くことができたのだ。だがここ以外では不可能だ。